雨が降ったり晴れたりすると特にね、なんかコンディションが悪い。ただ今日はちょっと天気もそんなに悪くなくって、朝起きれたので、まあよしとしましょう。とりあえずお弁当と朝ごはんを作りたいと思います。最近仕事が忙しくって全然買い出し行けてないんだよね。あ、そうそう、みんなさ、ナッシュって知ってる？よく見かけるから頼んでみたんだけど、どれを頼んでも健康に配慮されているみたいで、レンチンでね簡単にできちゃうみたいなので頼んでみたんだけど、ま、今日の夕飯はこれがあるから献立考えなくてよくって、めっちゃ楽ちんなんだけど、とりあえず朝食とお弁当だけはちょっとパパッと作っちゃいたいと思います。はい、ということで朝食とお弁当が完成しました。今日のお弁当は昨夜の残り物を詰め込んだ弁当で、朝食はお弁当の残りを盛り付けた朝食です。今日はこんな感じ。さあ急いで食べて朝の家事をして仕事に行きます。よし、はいよ。2分で化粧しないと。パタパタママ、パタパタママ、もう8時。オッケー。とりあえず行ってきます。シワシワだよ今日。仕事帰りにスーパーに寄ってで帰ってきました。牛乳がなかったので牛乳と、あとリンゴ、あとはレタス、ヨーグルト買いました。あのさ、お腹空いて仕事帰りにスーパーに寄るとあれもこれも食べたくなっちゃって、ついついさ余分なもんとか買いがちだよね。そういえば今日さナッシュがあったじゃんとかって思って、無駄買いもしなくて済むし無駄食いも防げるっていうね。そうそう、今日はさナッシュにするんだった。これはニンニク醤油唐揚げです。わー美味しそう。こんな感じ、すごいいい香り。鮭のマッシュポテトアヒージョです。ちなみにここに糖質とか塩分、カロリー、脂質、食物繊維の表示がしっかりあります。鮭のマッシュポテトアヒージョはどんな感じでしょうか。
じゃーん。わあ、美味しそう。クミン香る牛肉サラダ。これは本当に自分では作ったことないようなメニューですね。寝てたの、あーちゃん。はい、晩ご飯が完成しました。今からまーさんと食べたいと思います。え、このさ、鮭のやつと唐揚げのやつどっちがいい？選んでもいいよ。あ、じゃあちょっとシェアする。あ、いいよ。ね、この牛肉のサラダは同じだから、うん、この鮭ね、いいよね。色もすごくカラフル、うんうん、いただきまんます。いただきます、おさん。うん、まっ。おいしい？うまい。おいしい。野菜もたくさん入ってるね。うん、うん、これ、冷凍？そう、これ冷凍弁当。うん、食べ応えありそうだね、結構、うん、一つ一つ大きいし。鮭ちょっとあげるね。うん、ちょっと味見してみて。シェアします、うん。唐揚げ、うん、ニンニクが効いてる感じで、うん、うん、これがいいね。いけるいける。子供も喜びそう、うん、おヘルシーっぽいけど、うん、ちゃんと味ついてるから、うん、全然いけるね。鮭、あ、うん、おいしい。鮭、うん、牛肉のこのクミン香るサラダ、うん、家じゃなかなか作らないよ ね。これサラダなんだ。これサラダなのよ。なかなか作らないようなものを食べられるっていうのがいいかもしれない。うん、うん、美味しい。これだけのものさ、栄養バランス考えて作るとなると結構大変だよね。うん、お茄子、うん、うん、まあアラフィフ夫婦は健康には気をつけたいお年頃っていうことで、あと無理が効かないお年頃っていうことだから、それがね、まあ、まるっと叶う弁当ですね。献立とかさ、仕事中に今日何作ろうかなって考えなくても、かえってナッシュがあると、まあ、チーンってやればいいしさ。そうね、楽だよ、うん、小さい子供がいるお家もいいかもしれないね。お母さん忙しいからさ。あとね、スープは作った。鮭がマジで美味しい、うん、ごちそうさまでした。完食、お腹いっぱい、うん、もう捨てるだけ。楽、楽だね、うん、ほら、洗い物係としては楽じゃない、うん、紙だもんね。そう、紙だからさ、ボールゴミで。もうさ、疲れてる時はさ、うん、めっちゃ助かるよね、うん。私は仕事お休みなんだけど、夫は仕事に行きます。ただお弁当はいらないというので、今から朝ごはんの支度をしていきたいと思います。まあ、正直もうさ、自分が仕事休みの日って朝ごはんとかもさ、作りたくないわけですよ。まあね、まーさんが仕事に行くとなると何も朝ごはんないわけにはいかないので、こちらナッシュがあるので、これを器に盛り付けて朝食完成ということにしたいと思います。今朝は卵雑炊ですね。こちらをレンチンしようかと思います。あとナッシュって冷凍パンとかもあるんだよね。なので卵雑炊なんだけど、今日はパンもちょっと食べてみようかなと思います。うわ、めっちゃ美味しそうなんだけど、お皿に盛り付けたいと思います。結構ボリュームがあるね。器に盛り付けてみました。今日は卵雑炊です。
サイドメニューもついてます。あとパンです。わお、めっちゃ豪華な朝食になった。ではいただきマンモス。いただきマスオさん。じゃあ野菜がたくさん、うん、うん、おいしい、うん、おいしい、うん、めっちゃ味しっかりしてる、うん、具もたくさん入ってるし、いいね朝、うん、サイドメニュー、うまっ。パンも、そう、パンも、パンおいしい、おいしい。これね、うん、自然解凍でもいいんだって。冷凍なの？そう、うん、これをレンチンして盛り付けただけ、うんうん、これって、うん、得になるクーポンとかあるの？そうそう、今回視聴してくれてる方には最大5000円オフのクーポンをもらってるのよ、うん、例えば初回6食選択だと1食365円でめっちゃお得に購入できるからいいかもしれない、うんうん、テレビでご覧の方はスマホやパソコンからこの動画を検索して概要欄から詳細をぜひチェックしてみてくださいね。朝食としても食べてもいいし、お昼食べてもいいし、夜なんかちょっとだけ食べたい日とかも食べてもいいし、天気がいいとさ気分いいね、うん、さっきまであーちゃんいたのに。どこ行った？2階にいた。昨日ここかじられた、うん、興奮してかじられた、うん、あーちゃんに。ということで午前中いろいろ家事をしてもうあっという間にお昼の時間です。ということで今からお昼ご飯を食べたいと思います。今日は一人なので、お昼ご飯はお肉たっぷり肉豆腐です。うん